ヨハング・グスタフ・サンド・ベリーは、スウェーデンの画家である。歴史や神話などを題材に描き、肖像画家としても知られる。ストックホルムで生まれた。父親は、王室の従者として働いていた。1794年に12歳で、スウェーデン王立美術アカデミーの予備学校に入学し、1800年に、アカデミーの入学資格を得て1801年から1808年まで、 アカデミーが組んだ。学んだ教師には装飾画家のヨハン・ゴットローブ・ブラセルがいる。1803年からアカデミーの定期展覧会に歴史画を出展し、1809年には展覧会で金賞を受賞した。1814年に彫刻家のフォゲルベリを創立した。当時時代遅れになっていたスウェーデンのアカデミーの教育方法に対抗して、 私立の美術学校を開き、モデルを使った実習などを行った。1821年に美術アカデミーのメンバーに選ばれ、1828年に教授に任じられた。彼の学生には、ヨハン・ホールンバーグシン、カール・ワルボム、ニールス・ブローマーらがいる。1845年から1853年の間、アカデミーの校長も務めた。 当時のアカデミーの教授のフレドリック・ウェスティンやカール・ヨハン・ファール・クランツラと同じようにサンドベリはデンマークのコペンハーゲンに短期間滞在したほか国外には出ていない肖像画家としても高く評価され当時のスウェーデンの有名な人物の肖像画を多く残したありがとうございます